やっちゃったな。塗り替え道場が人を殺したことをやってました。喧嘩でなったのか、そのいじめみたいな感じだったのか、信用はなくなるよ。そんなことを許したっていうか。お疲れです。お疲れ様です。なんか久しぶりな感じする。お久しぶりです。しょっちゅう。俺が来たから急に仕事しに来て。今日寝た決まってる。問題発覚した。問題だらけですね。問題発覚してます。やっちゃったな。何もやってないです。最近何もないんで。やっちゃったよ。やっちゃってますよ、塗り替え道場。昨日 TikTok を僕いろんな人を見に行ってたんですよ。塗り替え道場が人を殺したことをやってました。塗り替え道場が殺人者、どこの足早さんとは書かれてなかったですけど、いやいや、そう TikTok ではそれ見たわ、ニュースで見たわ。見ました。なんかすごい事件があったんだよ。そう、静岡の足早さん。何があったの。静岡かなんかで、ね、頭抱えたんもともとは積み込みか何か知らないですけど、事故で。いや、それ嘘ついたんですか。そうです、嘘ついて TikTok でどこの会社って書いてなかったんですよ。じゃあ塗り替え道場っていうことになってたんですよ。そうなの。はい、これ TikTok、YouTube やってる会社やとかなって、視聴者の感じがするもん。でもなんか普通にニュースで、はい、でもニュースは静岡のおてんばってもう出てたんですけど、もともとなんか救急車に乗った時は材料が倒れて頭に乗ったから切って動作に運ばれてたんだけど、実際は防犯カメラらしいです。関与。そういうこと。じゃあ、本当に事故じゃなくて事件ってことですか。そうそう、まだで社長とかは知らんとったんじゃない。だと思うんですよ。あれ多分従業員だけが知ってる。従業員が社長に多分材料が倒れて頭がぶつかってって話したけど、従業員は多分防犯カメラがそっちあること知らなかったんじゃないですか。分かっとったらそんなことできんすよ、だって。なんか分かるよな、確かに。調査らしいです。調査中みたいです。あ、調査中ってなんて言ってるんだろう。すごいな。そこの会社が TikTok とかもやってる会社あって、それを二階堂じゃないかって疑ってる人がおるわけ。コメント欄に書かれてるんで、そのバズってるニュースに。一般の人はいいな。そんだけ塗り替え道場が人気ってことだよね。そんだけ名前が売れとるってことだよね。足場イコール塗り替え道場みたいな。そう思われとるってことだよね。そうか。ああ、そうっすよ。ちょっとリージの頭叩いてみたら、ちょっと一生懸命絶対割れ、リージの頭割れなさそう。でもあれでも年代もあるじゃないですか。なんか昔の人って殴られるじゃないですか。そう、僕らはこんなの全然普通に殴られる。バットでバチバチ殴られてもなんか別に生きているっていうか、ギリギリに。それは若い時から殴られてる人って頭が痛いと本能的に分かってる。確かに急所は狙わないですよね。そのなんか今の子ってすぐ死んじゃいますよね、なんかやられたら。今の子がしろいよ、人間みんな一緒だから。喧嘩したことないんじゃないの。殴る方も殴られる方もそういうことがないから。だけどまあこんなもん殴られたら死ぬなら。そうですよね、男なんか頭殴られたら男殴られたら多分即死なんで。殴られた子も若いと思う。いや、殴られた子は40。いや、30だったと思うんです。で、下の子にやられてるっす。詳細は何なんですか。詳細は喧嘩で人を殺したのを。喧嘩でなったのか、そのいじめみたいな感じだったのか、他のやつはいなかったのか。そういう詳細出てないです。ニュースには。はい。そもそも物で殴ろうと思わないですよね。ちょっとふざけてバーンとかやるじゃん。でもそれでも僕らそんなものでバーってやらない。俺ぐらいだ、今日反対してるけど。チャラヘでポコポコポコどうなんだろうな。俺も飛びやってたね。職人的には殴られたけど、夢ってもう空とかだろうな。まあ殴られたってなかったですね。そうだね。悪意があって殴ってるのか、その言い合いになって喧嘩になって本当にカーってなってバカーって殴ったのか、どうなんだろうな。何も出てないですね。もともと仲悪かったんじゃないですか、うん、そこまでなると。いや、一撃っす、一撃。ヘルメットの中で一撃っすよ。でも、殺そうと思って殺したってことじゃないですもんね、多分。やばいって思ったんだ。やっちゃって、あーと思ったから、とりあえず嘘ついてローサでその救急車呼んで、まあ、危なきゃと思ったってことは、殺してやろうと思ってやった行為ではなさそうですよね。ガッついてパーンってやって、やばってなっちゃったのか。それが可能性大っすよね。ベトナム人をさ、殴った動画も出たじゃん。はい。見ましたね。見た。うちの動画じゃなくて、実際の映像。うん、
とかも見たけど、なんか足早くも確かに多いけど、やんちゃな人は全部がそうなんですよ。そうに思われるのかな。それは違う。確かにでも塗装とかシーリングに比べるとちょっと横着そうな、まあ、そういうちょっと体育会系じゃん、ね、バカばっかじゃん足場とかって、トビってそうじゃなくて、やれんことはこういう知らないですよね。でだんだんバカになってくるから、トビって高いところでもアドレナリン出るじゃん。本当にバカになってくる。本当に自分で現場するとわかるけど、はい、そう物が甘いしてくるから高いところばっかずっとおるもんね。だっていつ死んだら出してないってことは、そこでお前何十キロのボンボンって歩いてるわけだから、ちょっとバカになってくる感覚が狂ってる。職業病だよな。ああ、職業病でまとめたらやばいですよ。それはやばいです。いや俺塗装職人とかと動画もよさあよく撮りに行ったり喋るじゃん、はい、やっぱ大人しいっていうか、うん、めちゃくちゃきちっとしようやん。技術はちょっと違いますよね。そう足場ってさ、本当お前の感じのあれもそうだけど、超かっこいい。あれちょっと本当見てほしい。ウルハと戦っても負けるかも。負けるかも。ちょっと対決だぞ。いやそれ負けないかもしれない。全然俺楽しい。自分の株がだんだん下がってくるから。まずウルハだけ目指せる。逆にそんなで勉強できんけど、こんなね頑張って。そんなで全然株上がらない。そうお前が悪い。漢字を勉強してもらうじゃん。二回登場するわけ。全然勝てない。自分の株知らない奴らかげんやつだ。お前生きていくなんか必要ない。それがお前一番株下げる。知らんぐらい知ってる方がいいでしょ、何でも。そうですね、どの何でも、はいはい、生きてけってことではないよねっていうのは伝わるよね。現に生きてますよね。そう夜の小学生がみんなもうお母さんこの動画見てて、僕勉強できなくてもこういう風になれるよって、なれるよって YouTube やるって。いや僕はそれに味方になれるっすよね。俺も中卒だから分からんな、英語とか。ワールドってじゃあ英語に書いて今綴り分かる。WORLD あってると思います。ワール、はい、フラワーは F… 書かんと分からないですか。書いても分かる。F… あ、本当言ってんの高卒？いいえ中卒？はい。そうか、はい、でも大事件だったな、はい、まあ、こんな茶化しちゃがんけど、やつはかわいそうやけどな、うん、まあ、そうですね、こんなやつはかわいそうにしようかわいそうにしようかちょっと売れちゃうんだよ、従業員になったら。売れるかどうか、信用がなくなるよ。そんなことを許したっていうか、大変だよ、お客さんもそういう目で見られた。うちの YouTube もまた意外とね、大丈夫ですかってよく言われるけど、お客さんが。まあ、会うとなんか言われるの。日曜日もゴルフコンビで、うん、視聴者さんとかに来てくれる、27人とか来てくれたか。会ったら全然、まあまあ、そのまんまだけど、ちゃんとしてるみたいな、そのなんかバランスって面白いけど、うん、まあまあ、何今回僕だって動物園に撮ったんですよ、家族夜で動物園に撮ったんですけど、動物園でもやっぱり、ね、あっって分かれますもん。マジでもやっぱ子供が引っ張るんで、横に一緒にいるんで喋りかけは来ないですけど、もうでも明らか俺のこと吸ったんだろうって。俺も絶対目合わせないです。絶対その顔に気づかないと。そうそうそう。そこを知らんふりそのままでいいって感じ。気まずいよ。ぜひまた見たら声かけてください。リュウジ呼んでね。はい。実は俺も声かけられて嬉しいから。写真一緒に撮りたい。声かけてくれたらいいんですよ、もう最後、写真撮ろうずっと見られると、なんかすっごいなんか求めとんのかわかんないですけど、求めてる。こっちも芸能人とかじゃないから、恥ずかしいんだろ、なんかこっちが言うのも恥ずかしいし、そうそうそう、一般人だから、所詮。はい、いやまあ今日はちょっと悲しい話になりましたけど、じゃあ今日は宣伝ちょっと1個、足場次第回答してます。ちょこちょこ、ちょっと質問もされたんで、この間ちょっとあのゴルフコンペの時に、回答に、どうなんですか、ちょっと見んですかとか、全然アンチだけとか、ちょっと塗装屋さんで1件分持っとるとか、もう本当アンチが20万であるとかでも全然回答してますので、ぜひ声かけてください。お願いします。せーの、はい。